午後の講義を始めてもらいます。よろしくお願いします。はい、どうも。その午後の講義なんですけど、まあ、始まるんですけど、あとまだ2コマあるんですけど、まあ、1コマは最初の1コマ終わったので、そういえばそのどれぐらい、ちょっとオンラインだと聴衆の反応が見づらいっていうのもあるので、今ですねアンケートフォームを作ったので、今チャットに送ったんですけど、これで投票していただければですね、ちょっとそれを参考にしようかなと思うので、この後どうですかね、5分か10分か分かんないですけど、適当に開けときますので、その後ちょっと僕は見て、結果をお知らせしますので、ぜひですね、こうちょっと、はい、投票してください。はい、それで、どうですかね、これまずだから、今デカップリングセオリムの話をしてたわけですね。で、これで、で、だから、まあ、これなんか直感ともよく合ってるわけで、高い、エネルギーのものっていうのはディカップルするっていうのがですね、というのが結果としてこう示されてる。で、そうですね、これだから、で、だからそうなると、実際やることになるかっていうと、もちろんまずこのですね、リノーマライザブルな部分ですね、を知らせる必要がある。で、で、例えばここにまず、例えばどういうマターコンテンツとかですね、シメトリーとか、例えば SU3×SU2×U1 の対称性だとかですね、ゲージ対称性があって、どういうグローバー対称性があるか、それからどういうクォークがいてみたいな、そういうマターコンテンツっていうのがこうあるわけですね。で、それから、もちろんそれだけじゃなくて、例えばここにですね、パラメータが入って、で、標準模型で一番っていうわけでもないけど、有名な例として、例えば X のマスっていうのがあって、これを理解するっていうのが有名なヒアラーキー問題。で、だからこれは、ノーエナジーの立場からすると、パラメータとしてはもちろん質量があるということなので、それ選べば問題はないわけなんですけども、実際にはこれが UV のフィジックスから来てると思うと、うまくキャンセルしてないとダメそうなんじゃないかと。まあ、そういうファインチューニングの問題っていうのがありますね。で、最近はだから LHC なんかで数字が見つかるとか、一部の、ってかかなりの人が、ずっと長いこと言ってましたけども、見つかってないので、そのファインチューニングをどこまで気にするかってことをいろいろな人が気にするようになってますね。だからそういうパラメータが見つかったとして、それが自然な値になってるのか、なんか不自然な値になってないかというのが問題になります。というか、もうちょっと正確に言うと、それが問題になるというのが一つの考えですけども、あるいはまあそういうパラメータが仮にファインチューニングされてる見えても関係ないという、まあ、例えばマルチバースみたいな考えがあって、そういうパラメータというのはスキャンされているので、別に気にしないという立場も考えられるとは思いますが、まあ、だから少なくともいずれにせよ何らかの立場をですね、こうパラメータについて取る必要があって、で、一番ドラマチックなのはそのコスモロジカコンスタントですね。で、コスモロジカコンスタントっていうのは、内部に計算するとプランクの 4乗とかになってるわけですけども、このラムダ4乗というのはその10のマイナス120乗でしたよね。まあ、そのいずれにせよこうプランクで測っちゃうと小さい。だから、まあ、カットオフスケールがプランクスケールだと仮定すると、それぐらいの値にどうしてもなってしまいそうなんですけども、これが UV だとスケールと思うとですけどね、でそれよりも相当小さくなっている。で、スーパーシメトリーとか入れると多少は良くなりますけど、いずれにせよ、知られているコスモロジカコンスタントの値は小さい。例えば、そういうものを気にするっていうのが、スタンドファインチューニングの問題ですね。で、それを何らかの UV の、何らかの、構造から決めようとする。で、それだから UV、ある意味、UV はディカップリングするというんですけども、その、なんですね、その、まあ、そのファインチューニングとか意味では相当、だからそのパラメーターの、リノーマライゼーションによってパラメーターに取り込めるという意味ではそうなんですけども、その値そのものをどう思うかというのはまた別の問題ですね。で、あと同様にして、ここにいろんな係数があるわけですけども、まあ、その他にも、例えば湯川とかありますね。その湯川があって、例えば3世代あったら3世代のいろいろ湯川の構造を持っているので、そういうフレーバーストラクチャーをどうやって理解するか。で、あるいは、ハイアダメンションのオペレーターがあったら、その係数をですね、どれぐらい制限をつくと思うか。というのは非常に重要な問題になります。で、そうですね。だから、例えば、一番典型的には、ディメンション5オペレーターですけども、で、例えば、その、ディメンション5オペレーターでよくあるやつは、その HHLL ですね。その、カットオフスケールと、まあ、プランクって書くか、カットオフスケールと言いましょう。で、これはヒックスと、その、それから、レプトンですね。その、レフトハンデッドレプトンの。これはだから、H っていうのはヒックスで、その、
ちょっと何を仮定していいか分かんないんですけども、これだからレプトンですね。ちょっとちっちゃくなっちゃいました。L というのはレプトンで、だからその、それからその、まあ、例えばエレクトロンとニュートリノのレフトアンデッドペアを含んでいます。はい、で例えば、あとディメンション6オペレーターの例ですけども、例えばその QQQL とかありますね。はい、UV の事象。これだから S3 の足は QQQ と書いて3つ潰してるんですけども、その、まあ、S2 の足はそれぞれペアを作っていくしてると。こういう、例えばバリオンスを破っている、ものですね。その、この L5 って書いてあったらレプトン数を破ってますけど、例えばそういうオペレーターがあって、そういうオペレーターにですね、制限をつける。で、例えば、ハイパーカミオカンデ、ハイパーカミオカンデまでできてないですけども、スーパーカミオカンデで、例えばプロトン GK の実験があるので、そういうので、この、係数に制限をつける。まあ、そういうことは特にこの参加者の中でも、パーティクルフィジックスに近いことをやられている方はたくさんいると思うので、そういう人が、まあ、日頃 やられている方かと思います。で、まあ、これはだからエフェクティブフィオセオリーとしてのスタンダードモデルって呼んでるやつで、よくスタンダードモデル、エフェクティブフィオセオリーと呼んでるやつになります。で、まあ、これはだからやっぱりそのエフェクティブフィオセオリーの考えたものに、使ってるんですけども、そこにやっぱり重要だったのは、このディカップリングセオリーに書かれてますけども、UV のフィジックスというのは、わからないことがあっても、それは効くんだけども、何かサプレスされているというのが、その熱傷ディカップリングセオリーの示していっていることです。で、これから何を話すかというと、まあ、大きくはですね、そもそもこういうふうにディカップリング、UV が IA にディカップルするという主張があるわけですけども、それがそもそも成り立たない例を示したい。だからそれは普通の場の理論ではないんだけども、でも不可能ではないし、もしかしたら実際の世の中がそうなってるかもしれない。そういう例をですね、いろいろ議論していきたい。で、まあ、それはだからちょっとドラマチックな変更を場の理論に加した。例とかもあるんですけど、その前にちょっとだけですね、せっかくディカップリング定理を言ったので、ディカップリング定理のループホールもちょっとだけ言っておきたい。で、これは何かっていうと、おっと、あ、じゃあそろそろ、ちなみに、そろそろ、回答が来たので、これどうしようかな、これ、言葉でも言えるけど、チャットに図で送った方が分かりやすいかな。ここにチャットに図を、スクリーンショット、これか。デスクトップ。はい。今送ったはずですけど。はい、見えてますかね。ちょっとまあなんか、早いっていう人はほんのちょっと。これ何パーセントかな。皆さん見えてますよね。早い人が 2.7%。遅いという方は 6.7%、5人ほどですかね。ほとんどの方はちょうど良いということなので、まあちょっと一部の方には物足りないかもしれないんですけど、ちょっとまあ最初のレクチャーは割とスタンダードな話だったので、実は次のレクチャーからは、というかつまり今回のレクチャーからですかね、もうちょっとノンスタートの話もするので、ちょっとその辺は辛抱して、遅いと思った方はもうちょっと辛抱していただければと思いますけど。で、まあ、で、その話に行く前にですね、せっかくなのでディカップリ定理行ったので、まあ、その、ディカップリ定理のですね、ループホールについてもこう言っておきたい。で、これは実用上すごく重要とよく言われているやつなので、なんですけども。まあ、なので、よくご存知の方はものすごく僕よりも多分、日常的に使われている方もいるかもしれないんですけども。まあはい、せっかくなので述べておきたい。で、これはだからどういうロジック、もともとの時、その先ほどのそのバキュームポラリゼーションのダイアグラムの時っていうのは、こういうロジックだったんですね。な結局、1PI ダイアグラムを足し上げる。これはだから、こういうふうにですね、こう、まあ、ここ 1PI とかよく書いてますけども、1パーティクルです。だからその足し上げていったやつですね、こう、このループ語が1個、2個、3個足し上げていくと、こういう形に足し上げる。で、特に、ここのですね、部分ですね。この π って書いた部分っていうのが、特に、K 字上の π ティルダーの K 字上。K 字を一発こう繰り出すことができる。いうことをやりました。で、これは、で、そうすると、この α も、α っていうのをリノーマルすることによって、この効果をですね、これはだからさらに展開したわけですね。例えば π ティルダーの0プラス、さらに K 字上の π、例えば w ティルダーとこう2回展開したわけですけども、それで展開して、そのコンスタントの部分っていうのは、その、このコンスタントの部分ですね、っていうのは、カップリングの α によってリノーマルされて、で、さらにこちらのエクストラのピースっていうのがあるわけですけども、この部分っていうのは次元を考えてやると M 字上でこうサプレスされている。
そういう、ことがあのロジックだったわけです。でただし、これはですね、この議論にあの変更が加わる必要があって、状況というのがあって、それは、それはどういう状況かというと、あの、ゲージシメトリーが破れているわけですね。で例えばあの、具体的にはですね、その、エレクトロニックスタンダードセクターですね、スタンダードモデル。ゲージ対称性が、スパンタニアスに破れている場合、そういう場合を考えましょう。で、これはその、どういう意味だったかというと、そのヒックスっていうのがいたわけですね。そのヒックスっていうのがいて、例えばその、ヒックスっていう場がいて、そのキネティックタームが、あったわけですけども、これっていうのはだから A の、A μ の A μ が 2回と、それから H 二乗と、まあ、そういうものがあって、まあ、カップリングとかいたわけですけど、このヒックスっていうのがベブを持つと。ベブ V っていうのを持つと。だから V 二乗というふうにこうベブになるわけですね。で、そうするとこれっていうのはフォトンのマスっていうのが、だいたい E×V と、そういうふうにフォトンがマスを持つように見えると。はい。で、それがその、スパンタネスメトリーヒックスですね、起こったっていうのがそのヒックスメカニズムの基本的な状況だったわけですけども、で、その時にですね、あの何が変わるかということがあの問題になります。で実はですね、あのこれ単発でこういうことが起こってもあんまり、結果的にはですね、そんなに、変わらないということが分かります。でそれどういうことかというと、やっぱりさっきと同じ計算をですね、しましょう。それで、あのマイナス π の、k 次乗と、ここまではこう同じ計算になります。で今度は何が変わるかというと、これを展開するときにですね、π の0っていうのがノンゼロでこう出てくることになって、それから π のティルダーの k 次乗。それから、もうだからもういっぺんに展開しちゃいますから、ね、全部展開しちゃうと、プラス、K の4乗の、πWQ、というふうにこうどんどん展開されていくわけです。で、でそのただし、ちょっと、まずここの場合ですね、まず一つだけこれは完全に正しくなくて、K 次乗って書いたんですけど、ここの部分っていうのはですね、K 次乗引く、EV の次乗。だから、マスの次乗っていうのは、これだから、マスの次乗っていうのは、まあ、大体 αV、V 次乗ぐらいですね。なので、αV 次乗というふうに、こちらも変更点です。まず、最初からマスを持っているので、αV 次乗というふうに、ここにですね、コンスタントタームが来る。これがまず第一の違い。で、それから第二の違いっていうのは、それに関係してるんですけども、ここのですね、π 次乗、さっき展開したときっていうのは、このコンスタントタームがなかったんですけど、今の場合はコンスタントターム出てもよかったんですね。それは何でかというと、さっきの場合は、ここにコンスタントタームがあると、例えばこの K、ポールのところですね、K 値をイコール0ってところにこれポールがあったんですけども、それがですね、変わっちゃうんです。だから、ポールの位置がずれちゃうんですけども、それはだから、フォトンがマスレスだったので、そういうことが起こらなかったんですが、今、フォトンマッシブになったので、ここは起こってもいい。でだから、このコンスタントタームが出てくるかもしれない。でところがですね、今度の場合っていうのは、これ何が違うかっていうと、ここだから k 次乗引く α 次乗、α マイナス v 次乗とかなってて、α っていうパラメーターと、それから、v っていうパラメーターと、2つパラメーターがあるんですね。だから α と v っていうのがあって、それと新しく出てくるものとして π0 と π テ i l d 0というのがある。で、この先ほどのですね、このさらに工事の項っていうのはさっきと同じ議論で、同じ議論にしますかね。さっきと同じ議論で、あ、色が変わっちゃった。その、さっきと同じ議論で、やっぱりその、マスでサプレスされてる。これだから次元解析からわかりますけども、サプレスされてるんで、ここの部分っていうのはディカップリング定理に、その、従ってるわけなんですけども、ここの最初の2つですね。さっきは1個だけあって、それを1個で振り込んだんですけども、だから先ほどの場合は、1個パラメーター、アルファっていうのがあって、それを、π ティルダーの0っていうので、こう、振り込んだんですね。で、今の場合っていうのは、ちょっと状況が違ってて、2つパラメータがあって、でやっぱりその出てくる π から出てくるやつも2つパラメータ。だ結局、これもですね、α とそれから βv って書いてるやつを振り込んであると、中にですね、取り込むことができる。だから、実は単発でですね、こういうふうにスパンタネスメトリーブレーキが起こっても、議論はですね、全く同様に従うということが分かるので、もうちょっと一般にですね、ディカップリング定理っていうのは成立します。これはいいですかね。で、で、ただし、その実の状況って言ったのは、これだから、エレクトロニクスの場合はもうちょっと微妙で、そのスタンダードモデル、標準模型におけるそのエレクトロニクスセクターっていうのは、SU2 の、まあ、ウィークと、それから U1Y。
ハイパーチャージから U1 のエレマーグというふうに破れるわけなんですけども、でこの時その、このフォト、このゲージボーソンが飛んでると言ってたんですね。ゲージボーソンが飛んでると言ってたんですけども、でここに何かいて、1PID。ここにゲージ場がいるわけなんですけども、どういうゲージ場がいるかというのを考えると、いろいろあるわけですね。で例えばその W っていうのは、Pi の、W。WW というやつがあって、これだから W プラスと W マイナスあるんですけど、まあ、対称性があって同じだと思いましょう。で、それから、そうですね、Z ボゾンというのがあって、ZZ ってやつと、それから、あとは、その Z とガンマが混ざってます。Z のガンマガンマ。これ、この W とか Z ボゾンは良かったですね。だからこれもともと、ゲージ場があったわけなんですけども、4つあったんですけども、そのうち、その、よくあるノーテーションだと、ここに W と B ってやつがいたわけですけど、それから、いたわけですけども、それから、あと、ここは何て書いてたかな、でノーテーションが、A って書いてたかな、はい。まあいいや、ノーテーション、ね、ノーテーションはいいですけども、いずれにせよ、その、W、結局出てくるものは Z と W プラスマイナスと Z とガンマ。この4種類といるわけですね。で、で、同じチャージレスのものっていうのは Z とガンマなので、その間はこう混じるとしましょう。で、そうすると、こう4つ、さっきのですね、さっきの場合っていうのは、この Pi、1個しか種類がいなかったので、その Pi とか Pi って特に区別しなかったんですけど、今はゲージ場がたくさんあるので、それぞれこうあるかもしれません。あります。で、それから、ゲージ対称性が破れてるかどうかに応じてですね、この Pi の0って1次の最初のタームか、がの定数がこの最初のタームですねの定数があるか、それともそのサブリーディングのやつしかないかっていうのが変わってきます。で、それはだからどういうふうに破れてるか破れてないかっていうのによるんですけども、このガンマって書いてあるやつはフォトンなので、このフォトンの部分っていうのは変わっててほしくないわけですね。なので、こっちにですね、どれぐらいパラメーターがあるかっていうと、その、まあ、それぞれの場合ですね、π、さっきの π0 って書いてあると、π ティルダー0っていうのがあるかどうかなんですけど、こちらはもうゲージ対称性が破れちゃってるのであってもいいんですけど、こちらはなくても。というわけなので、これ合計でですね、ちょっと標的にしました。これが6個。で、一方で、その、一方でですね、そのパラメータの α に相当するやつは、その、まあ、α のですね、この SU2 ですね、α の SU2 の SU2W と、それから α の、ハイパーチャージに相当する。それから、X のベル。これは3パラメータ。というわけなので、この差を取ると、ちょうど3個パラメータ。なので、この、ポラリゼーションのですね、適当なコンビネーションを取ってやると、それはですね、いかにアルファとか、その、このですね、カップリングとか、ベグとかをいかに、その、ルーマーとしても残るパラメータになっています。で、それがよくあるパラメータがですね、よく STU と。まあ、これは単なるコンベンションですけども、まあ、もともとペスキン竹内で導入された、その3つのパラメータ、があって、で、このパラメータを使って、このパラメータっていうのは、だから、に関しては、ディカップリング定理っていうのは、の主張は成り立たないので、それを使ってですね、いろんな物理をですね、この例えば、制限をつけることっていうのが、できます。で、そうですね、例えば、だから、そのゲージボゾンがあって、W とか G とかがあって、その中にですね、例えば、こう、トップが飛ぶとか、例えば何でもいいですけど、例えばそういうのと、まあ、あるいはそのヒップスが、ダブレットが2つあった場合にヒップスが飛ぶとか、なんかいろいろあって、その辺は多分僕よりもよっぽど詳しい方がたくさんいらっしゃるんだなと思いますけども、まあ、そういうですね、パラメーター、何かその物理があると、この設定に関してはディカップリング定理が効かないので、まあ、普通思っているよりはその、またもちろんそのループのダイアグラムから来ているので、ループでの制限っていうのがあるので、ちょっとだけサプレッサーされていますけども、でも、いずれにせよ、その、デカップエテイの主張そのものは少なくとも適用できない。というわけなので、これを使ってですね、物理に制限をつけること。で、実際、例えばテクニカラー模型とかは、この辺の制限が結構強い、強く、かなり強く制限されているという、なるほどだと思いました。まあ、だから、この辺は面白いところで、これはだから今の言ってるのはですね、今言ってたのはたまたま2点のですね、この、
に関するコレクション、よくオブリークコレクションとか呼んでるやつなんですけども、で、それはその3点なんですけど、例えば、これ展開のですね、こう、形事上と、形事上のリーディングをパイと書いて、次を形、ティルダーと書いて、最近はなんか実験の性質も上がって、性能も上がってきて、精度も上がってきたので、このさらに次のオーダーとか、あるいはこの2点だけじゃなくて3点に関するコレクションというのもあるので、まあ、だからその SPU だけじゃなくて、もうちょっとパラメータを増やして、いろいろ実験で合わせるなどということもやられていると思います。だから、まあ、そういうふうにそのディカップル定理がいつもですね、成り立っているわけではないというのは、この議論での注意なんですけども、まあ、ただいずれにせよ、だからそういうふうにして実際、ディカップル定理がいつも成り立っているわけではないし、実際それを使っていろいろ制限がなされてきたというのは確かなんですけども、まあでも、いずれにせよ、まあそういうの、そういうものを除けばですね、基本的にはディカップルというのは成り立っていると思っているというのが今までの話でした。で、それでですね、で、それはだから、ガノ理論の典型的なですね、例なんですけども、まあ、ちょっとそればっか話してると面白くないかなって気もしてするので、セカムなどでですね、UV と IR の、ノンディカップリング。の例をですね、話したいというふうに思います。で、これ、例をですね、何話そうかなと思ったんですけども、まあ、大体 今とかですね、もし多分次のトークとかもですね、次の講義にも関係してるんですけども、で、これ、何を話そうかなと思ったんですけども、まあ、一つはですね、ノンコミュータティブなマノリオン。非可感な場の理論ってやつがあって、それからもう一つはですね、これはまあ、その、まあ、フラクトンとかよく言われてるやつなんですけど、まあ、具体的に X キューブというですね、まあ、模型を話します。で、あとはですね、最後にグラビティが入った場合、に、こういうですね、IR と UV がディカップしないということが起こるので、この辺をその話していきたいかというふうに思います。で、まあ、ある意味ですね、その普通の場の量の立場からすると、UV と IR ディカップルするっていうのがこうドグマというか、まあ、テーゼみたいなものなので、それを受け入れて研究、ひたすら研究するっていうのは、そのプラクティカルな場の量の、なんていうんですか、ユーザーとしては全く実用的というか正しいと思うんですけども、ただ、なぜその UV と IR がディカップルしているか、あれというのは結構、理論的には面白い問題で、そのために、その色、まあ、ある種の多少はエグゾチックかもしれないけど、そういう例を考えてですね、どういう時にそういうことが起こりうるのか、あるいは場の広がもしかしたら何らかの意味で変更を受けるかもしれない、まあ、そういうことを考えてみたいと思いますね。で、まあ、ただこれから話すのはですね、なんていうんですかね、非常に断片的で、UV と IR が例えば混ざったような設定で、バノリオンをどうやって構築していけばいいかみたいな問題は、なんていうんですかね、もう全然分かってないことだらけのように思いますし、まあ、そもそもそういう問題意味があるのかというのも議論の対象かもしれないですが、まあ、でも、まあ、そういうことはですね、皆さんにぜひ考えていただきたいんですけども、とりあえず、まあ、こういう現象がですね、具体的にこれまで、なんですかね、その議論されてきた例というのをちょっと取り上げようかなというふうに思っています。で、じゃあ次に進んじゃいますけど、何か質問とかあったりしますか？じゃあ特になければ、はい、これどういう順番で話そうかも迷いますけど、まあ、せっかくなのでノンコミュータティブな場の理論というのをちょっと話してみますか。で、非可感な場の理論ですね、これはその、そうですね、僕が大学に来た頃はですね、ものすごく流行ってた、まあ、素粒子の物理論、分野って結構流行りしたりがあって、うん、僕が大学に来たことはこの頃この話は相当流行ってて、研究会でもしょっちゅう聞いたんですけども、まあ、最近はそこまででもないので、まあ、どうなんでしょうね、そのもしかしたら若い方はあんまり聞かれたことはないかもしれないんですけども、でただですね、この話自体はものすごく古いんですね。非可感な場の理論と考えると、確か僕の記憶ではシュナイダーって人が少なくとも1947だったか8だったか、まあ、少なくとも戦後ですね。戦後すぐに考えたようなものです。で、それは、その時のモチベーションは何だったかというと、やっぱりその当時は繰り込みとかまだ完全に確立しなかった時代かもしれないので、
まあ、確立したかどうか微妙で、多分確立されてなかったかもしれないです。でも、もちろん、友永さんは戦時中やってたとか、そういう話があるかもしれないですけど、まあ、でも、少なくとも、なんか完全に理解し尽くされたっていう状況ではないと思ってたんです。だから、そういう時に、場の理論の発散の問題みたいなのを何とかして、考えできないかみたいな動機は少なくとも一つあったんじゃないかというふうに思います。で、だから、まあ、だからそういう意味で、その、オコミタディフィールセールで UBR ミクシングが起こるとかいうのは、まあ、その時の動機ともかなり近い、んじゃないかというふうに、こう、ちょっと歴史はあんま詳しくないんですけども、思います。で、非可感機関自体はですね、場の理論自体は、超弦理論にですね、B バット入ってる、まあ、磁場みたいなものですけども、磁場が入ってる時に、現れるということは、が、議論されてますし、まあ、あともちろん、量子効果とかそういう磁場が入った場合ですね、やっぱり、基本的に磁場が入ってると似たような状況でも、起こりますが、ただ今はこれをですね、まあ、場の理論で特になりたい。で、いきなりだからそのノンコミューターティブとかやるわけなんですけども、その、で、このノンコミューターティブなんですね、ジップ。これは何かってことなんですけども、で、非可感っていうのはですね、非可感自体はその物理の人はですね、学生の方はもう怖くないはずで、というのも、量子力学で座標とモメンタムが、正循環交換関係をしたかって、それ非可感なんですね。で、まあ、それと同じような話なんですけども、ただし、今はですね、座標の方がですね、そのものが、非可感になる。まあ、こういうふうになってます。で、これはだから、X って書いたのはコーディネートですね。で、普通は座標自体というのは交換するわけですけども、それが非可感になっている。まあ、だから座標自体がオペレーターみたいになっているって言ってもいいのかもしれないですけど、で、これをセータって書いたのは、これはですね、アンティシメトリー。まあ、リアルとかにしておいた方がいいかもしれないですけど、だから実際上はですね、これ、行列で書いたんですけど、行列のこれ、だから、反対諸行列の標準形とかあるので、実際上は例えばブロックになっていて、そこのブロックの中では、データ、そのペアになっている。だからちょうど、普通のバドルじゃないか、量子比較でいうと、座標とモメンタムがペアを出していますけども、まあ、それの類似ですね。だから量子比較だと、XI と PJ というのが、ペアを出していて、それでデルタ IJ とかになってる。まあ、それの類似と思って、いただければいいかと思います。で、これだからかなりドラマチックで、まあ、そもそもだから、これ見てすぐ分かるんですけど、ローレンツシメトリーは当然破れてます。まあ、座標がそもそも非可感になっちゃったんで、だからローレンツ最小数破れちゃってるんで、これをだからあんまり大っぴらにやるとすぐに一瞬にしてその理論は死ぬんですが、まあ、でも例えばもしかしたらものすごく高いですねエネルギースケールから軸が非可感になってて、そこで発散がですね、場の量の発散が良くなっているか、まあ、そういうことを考えることは理論的にはできますね。まあ、もうちょっとなんか現実的に考えようとする人は、例えば宇宙食品ですね、そういうふうになそういうのが宇宙食品に出現されてて、それが宇宙背景複写に反映されてるんじゃないかとか、まあ、そういうかなりスペキュレーティブでありますけど、そういうことをやってる人はいます。で、まあ、ここではですね、別にそれが実際本当にそういうのがですね、この世の中にあるかということは忘れといて、こういう理論で場の理論がですね、どういう性質を持つかっていうのを調べてみた。で、別にこれ変な時空ですけど、変な時空の上で別に場の理論やってもいいじゃないですか。で、その時に、普通の場の理論とどう違うかっていうのを見た。で、これ何が、で、この場合はですね、この UV と IR がミックスするっていうのは、ある意味非常に簡単に分かって、基本的にはこれでまあ大体尽きてるんですけども、非可感だとですね、こういうふうに正循交換関係があるんですね。で、そうすると、何が起こるかっていうと、なんていうんですか、ハイゼンベルクの不確定性が、不確定性関係というのがあるんですね。で、不確定性関係というのがあって、普通はだからですね、このデルタ X とデルタ P というのが H 倍が大きいとか、なんかそういうふうになっているわけなんですけども、今はですね、デル X ミューとデル X ミューというのが、これがだから大体セータミューニューってやつですね、このセータミューニューというの大きさぐらい。まあ、絶対値ぐらいでバウンドされる。こういうですね、式が出てくることになります。まあ、なんか時空の不確定性関係ってやつなので、まあ、めちゃめちゃ変というか変なんですけど。で、これはここから大体もうすでに UV と IR がですね、こうミックシングしてるんじゃないかというのがですね、想像がつくわけです。で、これはですね、どういうことかっていうと、UV っていうのはデルタ X が、これまあ0と思っているわけですね。というのも、ものすごく UV ってエネルギー高いところで、エネルギー高いっていうのは、エネルギー高くするもの、そのコンプトウェーブスが小さいって言ってもいいんですけども、そうするとものすごく小さいところをクローブすると。
で、IR っていうのはさっき、先ほどの話で箱の中に、K を箱の中に入れるとか言ったんですけども、まあ、距離がどんどん大きくなってくるんですね。だからエネルギースケールが低いところ。で、これだから、その、デルタ X が無限のところとゼロのところが、それぞれ UV と IR なわけですけど、アンサーテンリレーションっていうのがあると、これだから、UV と IR の、でですね、勝手に極限というのを勝手に取ることができない。だから、例えば、片方だけをですね、あの、ゼロに、頑張って、なんですかね、その、うまく UV、UV を、UV に行くスピードと IR に行くスピードをうまく調整しないと、だからこちらの方とですね、こちらの方、これうまく調節してやらないと、この関係にですね、反してしまうということなので、常に UV-IR ミックスが起こっているだろうということは、想像がつくわけです。で、まあ、これをですね、ほんの一つだけなんですけども、もうすごく簡単なダイアグラムでちょっと示してみようというのが、今からやることです。まあ、でも基本はこの不確定性関係っていうので作ります。まあだからあと余談を言うと、例えばこの理論が本当に変な理論じゃないかっていうのはいろいろ議論があって、例えば、まあちょっと僕もあんまり詳しくはないんですけども、例えばこれ軸、ここにμって書いてあるんですけど、μっていうのは軸の添え字なので、例えば時間とかも入っちゃっていいわけですね。そうすると時間と何回の間に比較感とか入れると、実はなんかニュータリティとかが入ってやばいみたいな議論があったりしますし、まあちょっとなんか、この比較感の理論っていうのは本当に意味を出すかっていうのはまた、別問題としてあるかもしれないですけど、まあ、今回はとりあえずそういうことを置いといて、とりあえず計算するって形ですね。はい。で、そのためには、この比較感のスペースタイムの上で、場の理論を作ってやらないとダメなんですけど、それはどうするか。で、そのためにはですね、基本的に比較感な空間上を扱うための基本的なテクニックの一つとして、ノンコミューターというのはですね、スタープロダクトっていうのがあります。で、スタープロダクトって何かっていうと、これはですね、例えば一つ、二つのオペレーターっていうのがあって、そこにですね、このスターって書いたオペレーターがあります。で、だから例えばですね、こう二つのオペレーターがあって、それ X とか、だから普通はですね、Φ1X、Φ2X とかいうふうに、こういうふうに書いちゃうわけなんですけども、これをですね、もっとですね、なんかこれ色変えますか？そのせっかく、そのこれをですね、で、単にこういうふうに定義すると、普通の空間みたいになっちゃうんですけども、それをもっと変える。で、それを具体的にどうやるかっていうと、まあ、ここに2とか、とりあえずあんまり、まあ、2とかも忘れますが、ここ辺に i と、i があって、セータミューニュー。それで、デルタミューの y。デルタミューの、ミューのニューですね。ミューの z。これだから、足をこう、セータミューニューってさっき完全反対称点数。ここはちょっと分かりましたね。ここセータミューニューって、ここにこう、比較感パラメータがあったんですけども、で、それを足が2つあったやつを、それぞれ微分の足と潰します。で、この微分は何に作用するかというと、y と z にそれぞれ作用してて、で、それは φ1 の方を y と思って、φ2 の方を z と思う。φ2 の方を z と思う。だから、最初のμ付きのやつは最初の φ1 だけに作用して、μ 付きのやつは φ2 に作用して。で、そうやって評価しといてからおもむろに、両方とも X と置くと。これがデフィニッションです。はい。これだから定義ですね、ここに。まあ、こういう定義になってます。で、これ、具体的にエクスポネーショナルなので展開するとわかりますけど、これはだから、Φ1、Φ2 と、普通にこういうやつもありますけど、だから、例えば I の、こういうやつもありますね。その、デルミューファイ1、デルミューファイ2と。で、さらに、エクスポネーショナルの工事のターンへとどんどん続いていく。で、これは結構いい性質を持ってて、この性質自体はもともとモイアルとか人とかかな、とかが本当にやっぱ戦後とかですかね、量子力学を研究する中で導いたものだと思うんですけども、でも、まあ、例えばそのいい性質があって、例えばアソシアティビティなんかを満たしています。で、このスタープロダクトがあると何がいいかというと、その比較感のためのプリスクリプションというのはですね、全部分かってて、例えば、その Φ1、Φ2 と、このラグランジアの中に、例えば Φ1x、Φ2x というのがあったら、これをですね、これはだから比較感にしたい、ノンコミュータティブにしたければ、これをですね、Φ1 と、Φ2 のこのスター積の x と、こう思えばいい。というのが、比較感バドルを作る方法になっています。で、少なくともアソシアティビティは満たしているので、まあ、変なことにはこうなっている。
で、それからあとはですね、このスター積というのを取ると、例えばこの、そうですね、例えば X ミューというのと、X ミューのコミュテーターですね、コミュテーター、新しいスター積でのコミュテーターというのを、こうスター積での、積を取って、それから順序を変えてですね。で、こうしますと、先ほどのですね、ミューニューと同じになる。いうことが分かります。でまあ、だからちょっと本当は、例えばもうちょっと正確に、例えばここに2をつけておけば、ここに2がなくなるとかあるんですけど、まあ、あんま細かいことは気にしないことにしますが。はい。で、これがですね、非可感積ですね。だから、まあ、言葉で書くと、普通の積ですね。でそうすると、これだから、プロダクトの普通のですね、普通の積なんですけど、普通の積をスター積っていうのを変えると、非可感のバナル論になるというわけなので、まあ、だから、その非可感のバナル論に確立すること自体はそんなに難しくはない、一般には。まあ、ただ、実際には変なゲージ群とかあるとできないとかいろいろあるんですけど、まあ、少なくともそういうふうにことはできるんです。で、これをですね、ファイフォーセオリーにちょっと適用してみましょう。ファイフォーセオリーに適用すると、まあ、4次元ですね。3プラス1次元。で、そうすると、デルミューのファイの、デルミュー。だここはスター積ですね。M 次乗の、これもだから全部スター積。4分のラムダのファイの、ファイの、これだとちょっとめんどくさいですけど、スター積。全部スター積にした。はい。というのが、これがそのラグランジャン、になっています。でこの場合はですね、何が起こるかなんですけど、あんまり変わらないですね。この実はこういうふうにですね、この未知のターンもあるんですけど、この、スター積の工事からスター積って展開するとたくさん出てくるんですけど、スター積の工事の方から出てくる、例えばこの辺ですね、工事のタームから出てくるものって何かというと、微分になってる。微分が出てくる。で、この2点の場合っていうのは、ちょっと考えれば分かるんですけど、すでに2点の場合っていうのは、うまくそのインテグラルアウトパートですね、その部分積分してやると、この辺の効果っていうのはですね、消せるということが分かります。なので、まあ、この辺は実はあまり変わらなくて、唯一重要なのは、ここの部分ですね。この φ の部分って、φ の4乗、まあ、一般に φ の n 乗とかあるわけですけども、ここの部分が変わる。で、ここの部分はスター積になっているので、単に積じゃなくて、こういうふうにですね、なんかお釣りがついている。で、お釣りっていうのは、こういうふうに微分、エクスポネンシャルの微分が入っている。そういうことになる。で、そうすると、ここで何が起こるかなんですけど、何が起こるかっていうと、もともと普通の場合はですね、例えばこう4点があると、K1 プラス K4 というふうに、で、これはフーリエスペースに行きました。で、4点に行くと、これだからバーテックスがあって、これだから、ファインマンズの一番、相互作用の一番簡単なやつですけども、ラムダっていうのがあって、そしたらそれは、そこからモーメンタムポゾンですね、のデルタ関数が出て、さらに、そのラムダっていうのがもともと残る。これがもともとの可感な時の π だったんですけど、今の場合はもうちょっとお釣りが来て、そのお釣りは何かっていうと、やっぱりさっき言ったみたいにこのエクスポネンシャルがあるんですね。で、エクスポネンシャルっていうのがあって、特にその微分っていうのは、フーリエスペースに行くと、モーメンタムに移り変わるわけじゃないですか。なので、ここから何が出るかっていうのはちゃんとすぐに、計算することができて、でそれはどういうふうになっているかというと、エクスポネンシャルの、これ、まあ、2とかちょっとつけてみますね。こう、セータ、これだからセータつけてもいいですけど、じゃあこう書きますかね。こう、i が j、ki かける kj とかして、これはどういうことかって、ちょっと省略記法で、このニューニュート。kj のニュート。で、これをですね、足を潰したものです。で、まあ、こういうなんかお釣りがついてくるというふうになっているわけです。だちょっとこういうふうにですね、ファイブランズが変なふうに、変わってきちゃうというのが、このフェーズの部分だけですね。これだけが非可感の時に起こる違い、です。なので、これを使ってファイブランズをいろんなファイブランズを計算しなさいというのは、バノルオシロンのファイフォー理論の繰り込みとかやったことがある方なら、できる演習問題です。まあ、ただ、実は非可感の時に繰り込みをどうするかって結構微妙なところがあって、
なかなか難しいところもあるんですけども、でも例えば簡単な例ですね、まあ、こういうのはいろんなことをいきなりやるよりちょっと簡単な例をやった方が、分かりやすいというわけなので、実際に評価するのはですね、この2つのダイアグラムに、評価します。で、その2つのダイアグラムって何かというと、1つはですね、まあ、これは一番簡単なそのワンループのですね、こうワンループ。例えばここに P とかモーメンタルが来て、ここにですね、K というのが、これだからワンループの、評価です。で、実はですね、この場合っていうのは、このエクストラなフェーズがあるんですね。このエクストラなフェーズがあるんですけども、このエクストラなフェーズっていうのは、この場合、このダイアグラムがキャンセルしてしまう。だからこれエクストラなフェーズがあるんですが、まあ、例えば、このi デルタを書くんですけども、この場合はですね、デルタっていうのは実はちょうど0になっちゃうんですね。それはだから計算してみると分かりますけど、例えばだから、それはどうですかね、ここのバーテックスの周りに、見ると、例えば、まあ、シャント系周りに見ると、これ、先ほどの ki とか書いたときっていうのは、ここか、ここに今残ってた ki っていうのがあったって、これ全部入ってくるっていうコンベンションですね。だから、これだからよくあるコンベンションですけども、こう例えば4点があったら、こうあったら全部入ってくる方に K1、K2、K3、K4 ってする。だそうじゃないと、ここにマイナスが相対的に入りますよというコンベンションなので、今ですね、この周りをぐるっと見て回ると、実際何があるかというと、P とマイナス P、K とマイナス K、まあ、こういうふうにこうなってます。なはい。で、まあ、だからこれ、実はどこから始めて、今だからここから出発しまして、どこから始めても同じ答え、モーメンタムフォースを使うとなるんですけど、まあ、これでこの標識をですね、デルタと評価してもらうと、実は消えちゃう。だから実はこのダイアグラムに関しては、非可関変形何もしないということが、分かります。一般にプラナーなグラフと呼んでるんですけども、まあ、平面にかけるグラフですね、その平面にかけるグラフに関しては、この非可関の効果っていうのは消えちゃうということが、示せます。で、ただしそうじゃないグラフっていうのもあって、それはもう一つ、だからノンプラナーですね。ノンプラナーのダイアグラムってのがあって、それは例えばこういうやつですね。こう。はい。これだから、ここは何ですか？もうちょっと強調しますか？ここはだからですね、交わらない。で、ここに P と P っていうのが入ってくるんですけども、おっと。で、ここに K っていうのがあるわけなんですけど、これは交わらない。だから ここの部分ですね、ここの部分ってのは交わってない。だからその平面では書けないグラフなので、あんまり教科書ではこういうグラフ、ワノルシャの教科書ではあんまり言わないんですけど、まあ、でもノンプラナーのダイアグラムが重要っていうのは、フフト展開とかよくあるので、まあ、それ自体はそういうラージ N とかご存知の方はよく、よくあるやつですけども、まあ、いずれにせよこういうですね、ちょっとほとんど同じ類のダイアグラムですね、ちょっとだけ違うダイアグラムですね。で、そういうダイアグラムを考えると、実はこの場合はですね、先ほどと同じことをやると、ちょっとだけですね、P と、これだからマイナス K と、マイナス P と K かなというふうになってて、ちょっとさっきと順番が違うんですね。あ、デルタじゃない。これ、モメントも周りに見ると。で、ここの周りにフェーズがあるかと見ると、ちょっとだけ違ってまして、一般にこの場合はですね、デルタノンゼロにこうなる。で、だから面白いことは、今の場合はプラナーの場合なんです。プラナーの場合はデルタがゼロなんですよ。ノンプラナーの場合は、一般に、ノンゼロのこのファクターが出てくる。そういう違いがあります。まあ、これ自体はちょっとノンコミタティブな場面の特殊例なので、そこから何を学ぶかっていうのは必ずしも明らかになりますけど、まあ、とりあえず事実としてはそうなっています。それで、じゃあ、この理論です。まあ、ちょっと変な理論ですけども、この変な理論の、ファインマンズですね、計算してみましょう。で、一応念のためもう一回だけ。すみません。はいはい、質問よろしいですか？どうぞどうぞ、はい。アクションの中になんか、例えば D4 乗 X みたいなメジャーが絶対あると思うんですけど、それはいじらなくていいんですかね？ああ、そうですね。D4 乗 X はいじらなくてもいいと、はい、思ってます。はい。そうですね。だから、はい、そうですね。だから、非可関にある意味ですね、この、あまりこの燃やる石とか、スター石っていう名前説明しなかったんですけども、スター石っていうのは何がいいかっていうと、非可関の空間でやるとか言うと、すべてが非可関になってるわけ。座標も非可関だし、それで結構大変なんですけども、それを可関の空間にある意味マップすることができる。でただし、その時に、この積だけは変えてやらなきゃいけない。だからその積を変更するってことさえすれば、元の空間とですね、同じ台数の構造を保てる。
という、主張です。だからまあ代数のある代数のですね、間のアイソモーフィズムみたいなのがある。そういう類の主張がこの、スター積というのの主張です。だからそういう意味でこの話をするとき、ここの X というのは普通に交換すると思って言うということです。わかりました。ありがとうございます。で次にちょっと質問があったので、はい、ちょっとだけコメントすると、これ、だから、先ほどなんか、先ほどバノル論がどうのとか言ってね、ローカリティとか話をしたんですけど、これだからノンローカリティがあると言ってもいいですね。これだから何でかというと、ここに2点があるわけなんですけども、ここ2点、普通はだから同じ点で作用してるわけなんですけども、これ、だから微分があるわけですね。で、微分があるわけじゃなくて、微分が無限項にあるので、シフトすると思ってもいいですね。だから、これだから、何ですかね、言い方を変えると、例えばこれ、Φ1 の X プラスゼータ、Φ2 の X イクゼータとか思って、でこのゼータについて展開していると思っているので、まあ、ある種のノンローカリティがあると言ってもいいかもしれないので。そういう意味で、普通のバドリ論の範疇は少しだけ超えているという例になっています。あ、質問がありますか、どうですか。今日の図を見せてもらっていいですか、ダイアグラム。あ、これですか、はい。そうやって右のやつと左のやつは同じではないんですか。同じに見えるんです。同じ見えて、実際普通のですね、この、普通のバドル論の時は気にしないですね、あの違いは。はい、ところがですね、これ何が面白いかというと、そこに非可感性とかが効いてきてて、だから普通は気にすらしないんですよ。はい、ところが何が違うかというと、この非可感というのは特にですね、この、ここにですね、例えばこのどこの式を見ると分かりやすいかな。例えばここの式なんですけど、この式を見ましょう。でこの式を見たときに i が j より小さいっていうふうにしてたんですね。で、だからこの k1 から k4 まであるんですけど、この式っていうのは、例えばこの4つあるうち、k1 と k2 だけを変えても戻ってこないんです。同じ答えにならないんです。というのも、これでももうちょっと具体的に書くと、例えばこれが例えば k1、これが k2、k3、k4 っていうふうになってるわけですけど、ここで、こういう ki、kj というのを評価するわけですね、この i が j。で、これを評価したときに、この、例えばこれはどっちかな、順序を変えたりしてる。順序、1234の順序を変えると、この評価しているものっていうのは変わってきちゃうんです。はい。で、それは結局何が起こるかっていうと、ここのですね、ここが非可感っていうのに対応してて、それを元をたどると、こちらが非可感。つまり、この積っていうのは、普通は Φ1×Φ2 ってあったときに、Φ1×Φ2 か、Φ2×Φ1 っていう、その順序は気にしなくてよかったんです。ところが今は気にしなきゃいけない。まさに、それがまさに非可感っていう。そういう非可感性があるので、そこから、このですね、2つのダイヤの間に答えに違いが出てきちゃう。そういう構造になっています。はい、ありがとうございます。で、その違いはあるんだけど、違いの部分っていうのは全てこのフェーズの部分しかないので、そういう違いしか出てきようがない。ただし、このフェーズの違いっていうのは、ループ積分するときはループの中に出てくるんですね。だから、ループの中に出てくるので、その答えがですね、なんとなくオーバーローにフェーズだけ出てくるんだったら大して変わらないんですけども、ループの中に出てくるので、結構答えの構造が変わります。すみません。はい。これって4次元でやってると書いてるんですけど、はい。なんか4次元だと、このくるっと、バーテックス周りに、モメンタムラベルするっていうのをどう取ればいいかなんかパッと分かんないんですけど、2次元だと分かるんですけど、はい。4次元だと、どう決めればいいんですか。これ2次元に書いてますけど、実際4次元のファインマンダイアグラムなわけですよね。そうですね。まあでもだから実際には何かっていうのはこのバノリ論のラグランジェに戻ると分かって、それはだからそのこの Φ1、なんていうんですかね、その積を書いて Φ×Φ って書くわけじゃないですか。例えば Φ1×Φ2 というふうに書くわけですよね。で、その時っていうのは4次元、2次元だろうが4次元だろうが、これを指定しちゃうとどっちが先っていうのを指定していることになってるわけですね。だから、まあ、プラナーって言ったんですけども、必ずしもこのグラフ自体が二次元であるという必要は、まあ、実際にはそういうふうになってるんですけど、結果的には。というよりは、むしろこの、その積の構造ですね。ファイの積の構造にを見たときにどうなるかっていう。あ、はい。わかりました。どうなるはい。で、プラナー、ノンプラナーとか、これはまたそれぞれで面白いんですけど、実はもうちょっと、これダブルラインノーテーションで書くこともできて、そうすると、普通のラージ N の構造とかなり近くなります。はい。すいません、本当にインタラクションがない場合っていうのは、本当にコミュタティブなフリーのセオリーと等価って考えていいんですか。そうですね、ただ、強いて言えば、それを自分自身で僕調べたことないんですけども、さっき例えば、
非可感な効果があっても境界項がある境界項この例えば2次の項ですね。だからその場合はこの、ラムダの分ラムダ0でこの2次の項しかないんですけど、2次の項があったときに、スター積の効果っていうのは、部分積分すると消えちゃうということになるんですね。でただし部分積分するっていうのは境界があるとそこで境界項って残るわけです。なので、あの例えば境界条件ですね、あの境界付きの多様体の上で考えると適切な境界条件を指定しなきゃいけなくて、その境界条件というのは当然その幾何学の構造によると思います、はい。まあ、そういうのがそれはそれで面白いと思うんですけど、問題としては面白くてちょっとそれがどの程度文献で調べられたかとか僕はよく知らないですけど、はい、あのそういう意味では幾何学性は残ると思います。ありがとうございます。そうですね、だからまあちょっとだからあの変な理論なんですけども、まあ、とりあえずそういうあのこのプラナーとノンプラナーというこの2つの代表ですね、まあ、プラナーノンプラナーがちょっとしっくりこなかったら、この単にこの積ですね、 π の積の順序、積の順序とかウィック積の積の順序はこれ積取ってるだけだからいいんですけども、そこでウィックコントラクションを取るときに順序が、決まると。だからウィックの定理みたいにするときに順序変えていろいろやるわけですけど、そこにエクストラなフェーズが来て、しかもそれがモーメンタムによるような構造というわけなので、それを使うとですね、まあ、ちょっと結局結果的にですね、どういうことが起こるかということなんですけど、まあ、念のためもう一回だけこれ同じことを書くと、こうなってるわけですけど、これ P と、P と K と。これは何でしたかね、90年ぐらいのフィリップとか人の論文とかに書いてあったんですけども、でも、まあ、でこれはだからどういうふうになってるかなんですけど、ここはですね、K の4乗の、K 事情プラス M 事情。これだから普通のプロパゲーターですね。これだから、ここに一括普通のプロパゲーターが走ってて、で、それを、だからプロパゲーターが一発走ってて、そのモーメンタム積分をする。これだから一番普通のやつなんですけども、ただしそこに、エクストラのファクターがかかって、エクスポネンシャルの IK タイムス P。まあ、そういう、なんか、非可感の効果っていうのが来てます。はい。で、そしたらこれをですね、評価してくださいっていうので、これはまあなんか演習問題みたいなので、なんかいろいろディメンションリグラリゼーションでやるとかあるかもしれないんですけど、まあここで説明するやり方はですね、まあレギュラリゼーションはいろいろあると思うんですけど、例えば K 事情プラス M 事情分の1っていうのは、まあ、シュリンガーパラメータですね、で表すと、マイナスのアルファの K 事情プラス M 事情というふうに書いておいて、でそれで K 積、アルファ積分と K 積分を交換するということをします。で、そうすると、これ、どうかな、なんか、これ、あ、そうか、今朝チェックしようと思ったけど、自分ではチェックしないかもしれないけれども、まあ、こうなってますね。こういう式が出てきます。はい。こんな式になってます。で、ただし、ここでですね、P、丸、P と書いたんですけども、これっていうのは、これは、P ュの、デルタュの P ュ。ただし、ここは事情かな、はい。の絶対値とか、なんかそういうようです。だから P の事情みたいなものなんですけども、その、足を潰しているやつですね。事情か。なんか変な気がする。なんかデッキが、2乗のデッキが変な気がする。はい。なんか2乗のデッキが変な気がする。まあ、ちょっと調べれば後から、はい、わかりますけども。まあ、いずれにせよですね、こうなんか数が出てくるわけですけども、そのここにですね、アルファ分の1っていうエクストラのコントリビューション。でこれを積分したいんですけども、これ自体はですね、発散しているので、その発散しているんですけども、ここ UV レギュレーターを入れることができる。で、UV レギュレーターの入れ方はいろいろあるんですけども、ここではちょっと、なんですかね、ちょっとアドホックであれなんですけども、でこういうふうにこう入れることにしましょうか。だから、ラムダって書いたんですけども、このラムダっていうのは UV カットオフ。で、なんかコンバージェンスをですね、よくしてみました。で、その、だからこれは、非可感のパラメータが0の場合、非可感のパラメータが0の場合というのは、これ0のときなんですけども、まあ、そのときでもやっぱりこういうふうにパラメータ入れて、コンバーその、なんですかね、その、評価してやることはできるわけなんですけども、で、あ、そうか、で、そうか、ちょっと待って、これはだからラムダって書いたんですけども、これ、次元合わせなくちゃダメで、だから1割ラムダ事情分の1と、はい、というふうにこうしておかなきゃいけないですね。この、セータって書いたやつはですね、この X のコミュテーターだったので、
長さの2個、2個分の次元を持ってたりするので、ちょっと次元を合わせてやらなきゃいけない。はい、そういうふうになってるんですけども。だから、まあ、そこでこういうふうに入れたと。で、これは何を意味しているかというと、このですね、エフェクティブなコップリングコンスタント、UV コンスタント、UV スケールというのは、これは P-P と、それからこの UV と、によっている。まあ、あるいはだからこれ同じことですけど、書き直す、もうちょっとこっちの方が見やすいかもしれないですけど、まあ、同じか、UV の事情。まあ、こういうなんかエフェクティブなスケールがですね、出てきたことになります。エフェクティブなスケールで、これはもう内部のパッド。で、ここは非可感からの効果です。で、だからこれは非可感、ですね、の効果です。で、結局だから、まあ、有機評価して出てきたんですけども、出てきた答えというのは、このコンビネーションになっているので、このコンビネーションが重要です。で、コンビネーションを見ると、ちょっと面白いことが分かって、ここにですね、UV と IR ミキシングがですね、起こるという評価がですね、ことが見れると思います。これはもう一度、ちょっとページが変わったので、すみません、僕の自分のためもありますけど、こう、溶かしてみてください。こういうふうになって。で、これはですね、2つのタームですね。これ、よく、むずいなんかよくあるんですけど、こう2つのタームのコンペレーションになっているので、どっちが大きいかっていうのがこう重要になる。で、それでどっちが大きいかなんですけども、まずですね、例えば P がですね、P と。こうだとする。まずですね、この P と P の事情ですね。これだから、ノンコミットでパラメータで潰したやつですけども、と、ラムダ事情というのがあって、これはですね、両方ともゼロに行くのは自然ではあります。で、これはなぜかというと、これだから UV スケールだったんですけど、これは UV リミット。UV カットオフをですね、無限にすると、その分の1っていうのはゼロになりますね。だからこれ UV リミット。この P がゼロっていうのは、モーメンタムがゼロに行くってことなので、IR リミット。で、この2つがですね、ちょうどこの、分母の中にですね、両方入ってきてて、コンペティションが起こるというのが今の条件です。で、仮に先にですね、IR を先に取る。で、これはですね、何にしているかというと、まあ、IR をですね、優先する。で、IR 優先しますと、P が0に行くということになってて、この場合はですね、単に、ラムダエフェクティブというのは、これはだけのラムダの UV。で、これはですね、単に、ノンコミットアティビティがなくなる。だから普通のですね、和の量に行くと。これもだから普通のこの極限ですよね。はい。になってる。だから、非可感性が入っても、すごく先に IR に行っちゃえば、非可感性の効果見えないよねっていう、まあそういう、それはそれで自然なステートメントです。で、もう一つは何かというと、これはどういう状況かというと、今度逆にですね、UV の方が優先。で、この場合は何が起こるかというと、このエフェクティブっていうのは、P と P。はい。こいつ分の1。で、この場合は何が起こるかというと、非可感のですね、非可感性っていうのがこう残る。だから、ある意味非常にノンコミューターで。で、この違いは何かというと、この今ですね、UV と IR カットオフだったので、UV と IR のですね、2つの極限があって、そのどっちをですね、極限、そういう相対的な速さが問題になるんですね。ということなので、これは何を意味しているかというと、UV とリミットと IR リミット。これがですね、交換しないということを示します。で、これがですね、UVR ミックシングの一つの例。見えてた。まあ、現れになっているということができます。で、ここまでが、まあ、だから、ノーコミットアティブなワード論自体は、それ自体、いろいろ、もう少し面白いことがあるので、ちょっとまた話すといろいろ長いんですけども、
とりあえず今はですね、そういう話はあんまりしなくて、これでノンコミットテリトリーの話は終わりにします。だから、ノンコミットテリトリーの例が何だったかというと、やっぱり何回も言ってますけど、この UV と IR リプシングの例が起こる例になる。で、最初に言ったのはですね、こう最初に戻ってきますが、最初に言ったのは、まあ、スペースタイムの非可感性みたいなので、不確定性関係がある。だここから UV と IR が混ざるだろうってことが、見えたわけですけども、でそれも具体的にどういうふうに見えるかというと、普通のバブル論とはある意味でその違うわけですね。ある種のノンローカリティを入れてるし、非可感にしてる。だからローレンツ対称性を破ってると、そういう理論なので、普通のバブル論の範疇からは全然外れちゃってるんですけども、それにもかかわらず、ファインマンズとかそういうテクニック自体はですね、結構できるんですね。できて、ただし、そういう理論を考えると、実はその UVIR ミクシングが起こっているということになっています。で、だから、これはですね、これはその、バドル論が、その、一番最初のレクチャーでですね、まあ、ある種のことをいろいろ、まあ、プリンシプルと呼んでみましたけども、ぼかすとどうも普通のバドル論になりそうだとか話をしてたんですけども、別にそういうものをですね、外してしまえば、必ずしも IR と UV がデカップルしないようなものを考えることができる。まあ、そういう例としてノンコミュータティブな理論というのを、考えてみました。あ、すみません、質問いいですか。はい、はい、どうぞ。あ、その過感な場の理論だと、カシミールエナジーを例えば計算すると、そのゼータ関数、リーマンゼータとかで計算できますけども、はい、それが非可感な場合って、なんかどういうふうに変更を受けるのかなって気になりまして。ああ、なるほど。はい、というのもその、なんかそのカシミールエナジーってあれ結局、IR のフィジックスだけ分かってれば計算できますよって言ってるのが、なんかリーマンゼータの生息化みたいなところだと思うので、はい、なんか、はい、面白いこと起きそうだなと思ったんです。そうですね、確かにそれは面白いこと起こるかもしれないですね。はい、ちょっと僕はすぐには分からんですけど、確かに、なんだろうな、だから確かにカシミールエナジーによれば、IR のフィジックスによるしかやらない見えても、普通になんと計算すると、なんとなく UV をすごくある意味足し上げてるわけですね。まあ、レギュラライズするわけですけども、UV が効いてるように見えるわけですけど、はい、今、ある意味、IR が、UV がそういう意味でカットオフというか、このコントロールされた状況になっているので、レギュラリゼーションの仕方とかはもっと、なんていうんですかね、ソリッドにできる可能性は結構あると思います。はい。これはおっしゃる通りなんじゃないかと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。うん、確かに問題として面白いかもしれないですね。だから、はい。この非可感なバネルモンっていうのは、最初にちょっと言ったんですけど、僕が学生の頃にものすごく流行ってて、何百本も論文出たんですけど、最近はなんかあんまやってる人いないので、なんか結構考え直してみると、ね、面白いことは眠ってる可能性はあるかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、この話はこれぐらいにして、まあ、あと、僕は一応、今週会にもちょっと来る予定なので、細かいことがなんか聞きたかったら、その時に聞いていただいても構いませんけども、まあ、せっかくなのでですね、もう一つですね、まあ、フラクトンという言葉はあんまり出さないんですけども、とか、X キューブとかこう呼んでるやつをですね、ちょっと紹介したい。ただ、ちょっとこれに行く前に、これいきなり模型を説明しちゃってもいいんですけども、これ模型に行く前にですね、ちょっとだけ一般的なことをですね、説明した方がいいかなと思うので、それについて説明したいと思います。そもそもだからこれがなぜ面白いのかってことですね。で、それのためには、普通の場合どうなってるかをもうちょっと説明したい。で、なぜ面白いかはもちろん UV と IR ディカップリングのタグの現象が見えてるからなんです。ディカップリング、カップリング。ミックシングのタグが見えてるからといえばそうなんですけども、でもある意味もう一つさらにですね、普通のバドル論の、繰り込みの理解と、違うところがあるからというのが一つの答えです。それで、その、繰り込みのですね、思想ですね。今まではあまりその繰り込みのですね、フローのことはあんまり言ってなかったですけども、まあ、繰り込みのフロー、思想の思想っていうのは、まあ、セオリースペースとかもともと小型サスキンとか言ったと思ったんですけども、まあ、なんかこう、パラメータ空間みたいなのがある。まあ、バネル論の空間みたいなのがあって、なんかあるバネル論、UV 理論が出発すると、だんだんですね、繰り込みに掘って、動いていく。で、この空間って何かというと、例えば、理論の中にですね、例えばいろんなオペレーターが入っている。その係数としてカップリングコンスタントがあったりとかですね、そういうマスがあったり、そういうですね、係数のことですね、がどんどん変更していく。で、やがてはあるところに IR フィックスポイントに行くというのが、繰り込みの思想で、で、
で、だからこれに応じて、その、この繰り込み運用装置ですね、このエネルギースケールも変わっていって、パラメータも変わる。で、場合によっては、例えば全然違うように見えるですね、QFT。というのがあって、ただしそれは、UV では全然違うけど、同じフィックスポイントに流れ込む。そういうことも起こってもいいわけです。で、これはだから、バドリロンのですね、まあ、ついでに言うと、このデュアリティとか呼んでる、まあ、IR デュアリティとか呼んでるやつになってまして、これ自体はその、ものすごく面白いんですけども、ただ、バドリロンにか、実はもうちょっとバドリロンに限ったものじゃなくて、なんでかというと、例えば、その、最初にの講義でもちょっとだけ言いましたけど、例えば物性なんかだと、こう、模型とかでも買ってもいいわけですね。まあ、物性に限らず、例えば化石分系模型とか、とかでですね、格子系でやってもいいですね。だから、離散化された系でも、例えば、IR に流れると、そういう連続極限が IR の基質として出てくるとか、そういうことっていうのはあったりするわけです。だから、まあ、普通の意味での連続バドリロンに限定する必要は実はないかもしれない。まあ、そういうのも込めてラフに QFT と呼ぶことにすると、IR フィックスポイントにこう流れてで、だから、何を調べたいかにもよるんですけども、例えば、ローエナジーですね。ローエナジーで何が起こるか知りたい。まあ、それが一番物理では典型的な問いの仕方なわけですけども、その時には、この IR フィックスポイント、あるいはその周りですね、そこからのパーターベーションとかですね、を考えてやれば、いいというのが、これは繰り込み群の、一般論です。だから、逆に言えばそこだけ押さえておけばいろんなことが分かる。というのは、デュアリティとも言ってもいいですし、それから、まあ、コンデンスマターの中でよく言いますけども、ユニバーサリティという言い方もしますね。で、これは、なんていうんですかね、このある種のクラスの理論というのは、例えば、どの辺から出発しても、例えばこの辺から出発すれば、どこから出発しても、例えばこの中のどこから出発しても、結局同じヒッツポイントに流れる。まあ、これ、ラティスも入れておきましょう。失礼。で、そういうことが起こると、例えば IR の性質だけ知りたければ、どこから出発してもいい。例えば格子模型をですね、作って、それで、モンテカルシミュレーションやって、クリティカルエクスポーネントを求めてもいいし、例えばバドリロンを使って、何かのテクニックをですね、例えば使って、この、使ってもいいんですけども、何を使っても、このクリティカルエクスポーネントを求めることができる。だからこれは面白い現象で、例えば何か物理的に知りたい例があって、そのクリティカルエクスポーネントとか、まあ、そういう IR の性質を知りたければ、必ずしもその物理的に知りたい理論とは違うけども、アーティフィシャルに作った理論であっても同じユニバーサルティクラスに関する限り、その理論を使って計算できる。まあ、それが、繰り込み群のユニバーサルティの、主張なわけで、非常に大きな、性質を、成功を収めてきたわけです。で、まあ、だからそうすると結局、その、いろんな理論がですね、IR に行ったときにどういう振る舞いをするかっていうのが、重要な問題になってくるわけです。で、そこをですね、どうやって理解するか。で、まあ、そこをどう理解するかなんですけども、いくつかのですね、典型的な、振る舞いというのがあって、で、分類というのは、まあ、完全に分どう分類するかというのはなかなか難しいところがあるんですけども、少なくともよくある分類として、ギャップとギャップレスというのが あります。これとか、ちょっと物性っぽい言い方にしちゃいましたけども、で、ギャップがあるというのは何かというと、これエネルギーのですね、レベルを考えたときに、ある真空があるんですね。で、真空からあったときに、例えばですね、なんかエクサイテーションがある。エクサイテーションがあるんだけど、エクサイテーション、次のエクサイテーションまでのエネルギーがですね、の間に有限の差がある。というのが、ギャップのシステムです。これだから実際は理論定義するときには箱に入れたりして、IR カットフとかにした入れたりするので、まあ、だから有限系にしたりするので、この有限系だと常にいつもこのギャップというのはいつも正なので、まあ、だからむしろこの有限系から無限にしたときにどうスケールするかとか、そういうふうにもうちょっと、細かく定義しないとダメなんですけど、まあ、とにかくですね、まあ、そういうことを置いといて、少なくとも無限の体積に行ったときにはそういうギャップがあるという、まあ、それは自然なようだと思うんですけども、そのギャップがあるかどうか。で、このギャップっていうのはデルタ E って書いたギャップが正で、デルタ E っていうのが、こちら0っていうのがギャップですと読んでる、ものになります。で、この2つっていうのは振る舞いが全然違うっていうのが、当然よく知られてて、例えばそれはですね、QCD とかですね、まあ、4次元の QCD、の場合には、この、デルタ E っていうのがこう正、というふうに言われてまして、で、これがマスギャップ。まあ、だからコンフ QC ではコンファインしてマスギャップが出るということで、まあ、このマスギャップっていうのは、その場合はだからこの E っていうのがこうダイナミカルスケール、読んでるやつに、まあ、100メーブルぐらいですね。
まあ、パイオンのマスとかそういうのと同じ、類のスケールで検出されてて、これを証明するっていうのがこの有名なミレニアム問題とかやつなんで、まあ、そういうあの問題が あります。で、まあ、例えば、あとは例えば何ですかね、例えば BCS 理論とかもこういうギャップっていうのがあって、そのギャップっていうのはギャップ方程式って方程式でセルフコンシステントで決める。などなど、まあ、そういうギャップがある例っていうのがいろいろあります。で、そうですね、だからそのギャップがある例っていうのはどういうことかっていうと、ギャップがある場合ですね、ギャップがある場合っていうのは、これはどういうことかっていうと、普通になんかオペレーターが2つあるとすると、この典型的な振る舞いっていうのは、まあ、このマスですね、そのマスっていうのは、ギャップぐらい、X と Y と。こういうふうにエクスポネンシャルで、ディケイする。まあ、だから粒子っぽく言うと、マスがあるので、マス分の1ぐらいの半径しか、こう、粒子が飛ばない。なので、そこを超えると、あんまり効かないってことですかね。そういうふうに、だから床が相互作用とか、出てくるエクスポネンシャルとか同じですけども、まあ、そういうふうになってて、例えば、コーシー原理論で、その、このギャップを計算したければ、この O って書いてあるのに、例えば、パイオンを入れておいて、パイオンの二定相関関数を測る。で、その測ってどれぐらい早くディケイするかを見て、エクスポネンシャルフィットすると、そのギャップが分かるというのが基本的な数です。まあ、実際にはラテスではなんかこう、なんですよね。はい。いろいろエクストラポレートしたりとかしなきゃいけないんですけども。まあ、でもこのエクスポネンシャルを使うというのが、っていうのがギャップとビヘイビアです。で、一方、ギャップレスっていうのがあるわけですけども、このギャップレスの場合は、これそういうものがない。そういうものは特にないので、エネルギーをですね、こう見てみると、真空からですね、真空の上から、ずっとこうですね、こうだけどここにバキュームがあるんですけど、バキュームの上からずっとこうあります。で、まあ、こういう状況っていうのは、これでいろいろありますね。例えば、何でもいいですけど、例えばスピンがあって、その、スピン波とかスピンウェーブとかあって、こうちょっとだけ方向が変わる。全部上を向いてるときにちょっとだけこう変わっていく、スピンウェーブとかあります。そういうのは、その、まあ、よく出てくるそのクエサイパーティクルの類っていうのは結構こういう。ギャップレスで来ていることが多いですね。で、これはもうちょっと素粒子っぽいの引き方すると、そのコンフォーマルフィールドセオリーで記述されるところになっています。だからギャップレス。まあ、ギャップレスっていうだけだと、実は単にコンフォーマルフィールドセオリーじゃなくて、単にスケールインバリアントだけでもいいので、まあ、スケールインバリアントから CFT であることが言えるかっていうのはまた、そうかな、ちょっとコンフォーマルフィールドセオリーが何かというのはあんまり説明してないかもしれないんですけども、まあ、でもコンフォーマルフィールドセオリーというのは、そのある意味ギャップと、今の説明の中ではですね、ギャップとシステムを記述するものと思ってて、でこれというのは、特に一番重要なのは、この二点相関関数を見ると、べきでですね、こうディケイする。これがパワーローです。これだから何ですかね、まあ、物理っぽく言うと、その例えばそのクリティカルエクスポーネントとかパワーが出てますけど、それと同じです。だからそれは強形バリ論で言うと、そうですね、そういうオペレーターのクリティカル、オペレーターダメンションで決まっている。で、もちろん最近はですね、このコンフォーマルフィールドセオリーのテクニックを使って、この辺のですね、クリティカルエクスポーネントですね、というか、この、まあ、オペレーター次元を決めるというのが、コンフォーマルブーツストラップというのがあるというのは、聞かれた方多いんじゃないかと思いますけど、で、それはかなり進展してますね。で、なんか、次に余談ですけど、面白いのは、例えば、ヘリウム4の、っていうのは昔から O2 の場の理論で記述できるとか言われたんですけど、実験と合わないっていうのはなんか知られてたんですね。何シグマだったかな ?8 シグマだったかな、なんか少なくともものすごく合わないって話があって、それは実験で測ったやつと、イプシロン展開っていうその、まあ、O2 模型を4次元にエクストラポイントした方向と合わないってあったんですけど、でもなんか揉めたんですけど、実は最近コンフォーマルストラップでそのやったら、ちゃんとイプシロン展開の方と合ったとかいう話があって、まあ、それが何ですかね、実験が違うのかな、なんかちょっとどういうことなのか。最終的にどういうことなのかは分からないですけど、それとも、まあ、コンフォーマルブーツストラップとかエプシロン展開とか、まあ、いくつかの方法があって、まあ、この辺のことっていうのは、いろいろ調べられるようになっています、現在でも。はい。で、まあ、だからそういうのをうまくやって成功を収めたっていうのが、ある意味、その振り込み群の方法ですね、の、大成功だったわけです。で、まあ、なんですかね、これで終わりにしてもよかったんですけども、ただ、最近の見方っていうのはもうちょっとこう、また、最近というわけでもなくて、実は昔からあったんですけど、まあ、最近特に強調されるようになってきた考えというのがあって、これはですね、ギャップの場合には、バキュームがですね、トリビアル。だから本当に何にもないという場合と、それから、ギャップだからといって、すべてがトリビアルとは限らない。これはですね、トポロジカルオーダー。
トポロジカルオーダーっていうあのがあって、これだから、バドルロンっぽく言うと、その TQFT ですね。これはとかトポロジカルクォンタムフィールドセリー。はい。で、そのトポロジカルクォンタムフィールドセリーは何かというと、これだから TQFT ですね。TQFT は何かというと、これはですね、名前が示すように、トポロジーにしかならない。でこれっていうのは、実はコンスタント。まあ、X と Y が同じっていう場合だけは、その、ちょっと、違いがあるかもしれない。それを避けとく。そういうコンタクトターンみたいなのを避けといて、二点相関関数を計算すると、それはコンスタントになっちゃう。だからパワーローですらない。だから距離によらない。で、それが、TQFT とこう呼ばれているものになっています。で、これなんか、なんでしょうね。もともと、どうでしょう。僕が昔見た頃なんかは結構これ TQFT がどうなるのかわけわかんないなって意見もまだ見ないわけではなかったんですね。というのも、普通の物理の直感からすると確かにすごく変なことがあって、距離によらないって言ったらですよね。だからなんかすごく変な感じがする。で、もともとの、で、なんか TQFT が出てきた、なんか余談になっちゃったな。TQFT が初めて出てきた頃っていうのは結構会議論が多かったみたいなんですね。で、そんなもの意味が、物理的意味があるのかみたいな。クエスチョンはいろいろあったみたいなんですけども、で、もともと動機は、例えばこれ、距離によらないわけですので、で、距離によらないと何が嬉しいかというと、実は重力と相性がいいわけですね。なんか、この上のやつとかだと、距離とかによっちゃってるわけじゃないですか。で、距離っていうのは軽量で測るわけですけど、量子重力に行くと軽量がですね、揺らぐわけだから、なんかこういうのって書きづらいわけですよね。で、だから、それは、で、そういうことは何を意味してるかって、ひょっとしたら、量子重力を考えたときに、そういうディフェオモービズムな、ジェネラルコバリアンスが破れてない、そういう理論があって、まあ、そういうアンブロークンフェイスオブジェネラルコバリアンスみたいな、そういう理論があって、そこでは、なんかそういう軽量によらないようなものができてるんじゃないか。それを検出できるのが TQFT なんじゃないかといって、のが一つの TQFT の動機だったと記憶してるんですけども。で、まあ、今でもそういうのを初期宇宙に使おうとか、そういう人とか、いると思うんですけども。ただ、その時はそういう動機だったかもしれないですけど、今はですね、それもそうなんですけども、まあ、こういうですね、ギャップな系でも、なんかそういう真空にですね、面白い構造をまだ残していることがある。で、それも記述しているのがトポロジカオーダーってやつで、まあ、一般にトポロジカオーダーが全て TQFT かけるかっていうのは、また微妙な問題なんですけども、まあ、でもほとんどの場合は実際にトポロジカオーダーバンドルームかけてる。で、そういうことにはで、この2つの違いは何かというと、その何が違うかというと、これはですね、そのグラウンドステートのデジナラシー。まあ、縮体ですね。まあ、ちょっとめんどくさいんで、グラウンド GSD とか書かせてもらいますけども、そのグラウンドステートデジナラシーが1っていうのが、これがですね、バキュームがトリビアルってことです。だから、ユニークにバキュームが。これは一番普通の状況なんですけども、ただ、この場合はですね、グラウンステートジェネラシーというのが、一般には1と限らない。でしかもですね、これは、トポロジーディペンデント。なので、その名の通りトポロジカルオーダー、そういう名前にこうなっている。で、これはだから、そうですね、だから例えば、なんだろうな、そうですね。これは、どうかな。なんか、例えば実は熱力矢第三法則とかでも似たような議論っていうのはありますけどね。その、熱力矢第三法則って何だったかっていうと、エネルギーをゼロにするとエントロピーはですね、普通は、エントロピーはコンスタントにいくっていうのが、熱力矢第三法則なんですね。で、その時に、ものによってはもしかしたらエントロピーがゼロに行くと、温度がゼロに行った時にエントロピーがゼロに行くっていうのは熱力矢第三法則にあるとか言ってる。本もあるかもしれないんですけども、ただそれはもちろん実際にはコンスタントであってもいいんですね。で例えばグラウンドステートデジナラシーが2個あったら、エントロピーってのは0温度で KB ログ2に行くんです。0じゃなくて KB ログ2。そのコンスタントって実は重要で、例えばその場合は真空が2つあったりするわけです。でそういう例っていうのはそれこそ熱力学の本とかにも昔から書いてあるんですけども、それはどういう状況かって、例えばタイムリバーサルシメトリータイムリバーサルシメトリーですね。T ってよく呼んでるんですけど。タイムリバーサルシメトリーがあると、ある真空があったときに、場合によってはそれにペアをなす真空があることになるんですね。でそういう場合というのは、グラウンドステートデジナラシーは1ではありえなくて、まあ、それがシングレットになっているのは別なんですけど、2になる例というのは、例えば知られてて、熱力学の教科書に書いてあるので、そういう場合というのは、例えば、グラウンドステートデジナラシーが2になることもあるんですね。で、まあ、だから、そういうふうにですね、まあ、なんかそういう、グラウンドステートデジナラシーが複数になる現象っていうのは昔から、
いろいろ知られたんじゃないかと思うんですけども、まあでも最近はもうちょっとそれを進めて、それがですねこういうそのトポロジカルな場の理論で記述できる、そういうことが議論されるようにこうなってきました。で、そうですね。で、例えばだから、その、そうですね。だから、で、例えば TQFT の例なんですけども、あ、そうか。これだから TQFT のちょっと 例をまともに議論すると、ちょっと時間が、なくなってきちゃうので、じゃあこうしましょう。例えばですね、その例なんですけども、その、例として、その 2次元ですね。2次元というのは1プラス1次元の理論なんですけども、ここにですね、トーリップコードってやつがあります。で、実はこれからですね、この次の講義に一部かかっちゃうかもしれないですけど、話す X キューブっていうのは、トーリップコードにちょっと毛を生やしているやつなんですね。だから、まあ、トーリップコードを説明してから X キューブに行ってもいいんですけども、まあ、あんまそういうことやってると時間なくなりそうなので、いきなり後から X キューブで話しちゃうんですけども、ただ、そのトーリックコードの場合っていうのはですね、これはですね、そのジーナス G のリーマンメント。2次元なので、それをですね、2次元のリーマンメントで考えるわけですね。リーマンメントは何だかというと、こう、穴が開いてるやつです。はい、で、ここにですね、例えば今の場合、ジーナス、穴が3つ開いてるのはジーナス3ってやつ。まあ、これだから、なんか、格子模型ですね。まあ、どういうものかっていうのは今は言わないんですけども、なんか格子模型で、重要なのは、こういうですね、その、性質があって、これはグラウンドステートデジェネラシー。グラウンドステートデジェネラシーっていうのが2の 2G 乗。ということが、この理論では知られています。そうですね。これはだから、まあ、基本的に G2 ゲージ論とかなり近い。で、だから、例えば、リーマン面上でのベルミオンとかですね、そういうコンマーフィールセールとか、あるいは、ストリング論とか知ってる方は、そのベルミオンがあるとですね、その上、リーマン面の上にあると、スピンストラクチャーっていうのがあるというのをご存知かもしれないですけど、まあ、そのスピンストラクチャーに相当するものですね。で、まあ、だから、と同じ数になってますけども、で、だから、まあ、ともかくですね、その、まあ、そういうふうにグラウンドデジェラシーっていうのが、リーマン面の上によって数に違うと、このジーナスによると、ここのところにジーナスの、ジーナス G のトポロジーによると。これはだから、トポロジーディペンデント。これがそのトポロジーディペンデントの例になります。なので、まあ、トポロジカルオーダー。と言われているやつになっています。で、まあ、トーリックコードについてはですね、なんかどうなんでしょうね。トーリックコードは僕は学生だった頃はなんかそんなに有名じゃなかったんですけど、まあ、今となってはもうなんかいろんな分野で、そうですね。例えば量子情報から、物性から、素粒子から、まあ、素粒子の中でどれぐらい知られているかわかんないですけど、相当有名になってきたので、なんかググったりするとすぐに出てくるので、すぐに勉強できると思いますし、あと、さっきも言いましたけど、今から話す X キューブってやつも、簡単にしたようなバージョンになっています。はい。で、まあだから、ここが、この辺はだからかなりスタンダードな話ですね。だから、まあ何を言ってたかというと、この繰り込みのフローのもとでですね、IR の、どういうビヘビアがあるか。で、それは、今のスタンダードの理解だと、ギャップとかギャップレス。で、ギャップの場合は、トリビアルかトポロジカルオーダーになっている。なんか TQFT で記述されている。で、TQFT で記述されている場合は、そういうふうにグランスデジェネラシーが1じゃないんだけども、それはトポロジーにはよる。で、だからトポロジー以外のあんまりその、以外の情報にはよらないっていうのは、ここ、マスギャップとかあるので、そのマスギャップがあって、マスギャップの上のモード全部無視して、真空分だけ取り出してるんですね。だから、例えば、エネルギー、その、長さのスケールみたいなのがないので、その、リーマン目の長さみたいな情報には呼びようがない。なので、まあ、トポロジーしかよらないっていうのは自然のようにこう思います。で、ここまでがですね、ある意味、スタンダードの話で、ある意味、これに関する、これに対するアンチテーゼとして出てきたのが、フラクトンと言われているやつですね。
で、まあ、フランクトンって呼んでる模型はですね、いろいろあるんですけども、まあ、でちょっと歴史的には他の模型とかあるんですけども、多分一番分かりやすいのがこの、そうですね、この X キューブって模型なので、それをですね、説明したいと思います。でまあ、時間的にはですね、そうかな、もうそろそろ休憩取った方がいいと思うので、まず X キューブがですね、どういうもので、どうしてそれを考えることが面白いかと、モチベーションを言った後に、次の時間に X キューブをもうちょっと説明しようかなというふうに思います。はい。ちょっと予定より遅れちゃったけど、まあでも、なんていうのかな、なんか、今日は普通の講義じゃないので、なんかを講義しなきゃいけないとかですね、そういう講義しないと、次の講演をするですね、先生に怒られるとか、そういうことはないので、まあ、はい、なんか、はい、気軽に話そうかと思ってるんですけども、それで、まあ、X キューブですね、その、これはですね、どこが変化、これはですね、まず、ラティス模型、ハミルトニアン。まあ、どういうラティス模型かって、ものすごく具体的に今からというか、次の講義で言うので、まあ、特に問題その、はい、それで理解していただけると思うんですけども、X キューブというのは例えば例です。でというか、今日はこれしか話さないんですけども、でこの理論の変なところというのはです、ね、変なところっていろいろあるんですけども、このグランドステートデジェネラシー、これが変なんですね。これは、どういうふうにいくかというと、これがですね、2のリニアに。L、でこの L っていうのは何かっていうと、これはですね、ラティスサイズ、ラティスのサイズ。サイズというか、はい、ラティスサイズって何かっていうと、ラティスサイズっていうと違うのかな。まあいいかな、その、ラティスサイズって言って、こう呼んでるのは何かっていうと、こう、まあこれはだから2プラス1次元の模型、じゃないか、3プラス1次元の模型なんですけど、まあ例えばこれ、次元を下げた例で書くと、例えば今こう、格子があるわけですね。で、トーラス境界条件を課すので、例えばこことここが、同一されてますみたいに、そういうふうにこうするわけじゃないですか。で、そうすると、ここに長さがですね、L、例えば X 方向の長さ、それからこっち方向に L、Y 方向の長さというのがあるわけですね。で、だからそういうふうに箱に入れると、なんかまあ、アイラパトフを入れるって関係してますけど、箱に入れると。で、箱に入れて、その箱の、サイズですね、箱にどれぐらいメッシュがあるかっていうのを数えたのが L って呼んでるもの。で、この L っていうのが、このグランドステートデジェネラシーに現れるっていうのが、フラクトンの一つの特徴です。まあ、他にも実はなんか、リストリクティブモビリティがどうのとかいろいろあるんですけど、ちょっとあんまりそういうことを言ってると。まあ、今日はそのフラクトンそのものについて詳細、それやるとまた全然別の講義になると思うんですけど、というよりは、まあ、ちょっとそういう UVR ミクシングが起こる例として紹介しているので、まあ、これぐらいにしておきますか。で、これがですね、すごく変です。これ何が変化っていうのもしかしたらまだあんまりピンとこないかもしれないですけど、これものすごく変で、というのもここにですね、例えば普通はですね、ここに格子間隔 A っていうのがあるんですね。だから A っていうのはラティススペーシング、と呼んでたやつで、これだからさ今日の講義のでも前に出てきたやつなんですけども、ラティススペーシングというやつがあったんですね。で、普通は、L っていうのを長さ無限にして A っていうのを0にして LA をですね、こう例えば、有限に取っておく。で、そうすると、格子のですね、まず A を小さくすると、格子のメッシュがどんどん小さくなるんですね。で、それでなんだけど、同じ領域をカバーしようとするので、L って書いたやつもどんどん大きくなるんです。で、でその結果出てきたのがですね、その結果がその、連続供給。これが普通に起こることだと、考えられるんです。で、その時に何が起こるかというと、そのグランドステートデジェネラシーっていうのは、一般にここにですね、長さなんか寄らないんです。長さが、例えば L ってどんどん大きくしていったりすると、これどんどん大きくなっちゃう。で、なんで寄らないって、なぜかっていうと、例えばこう、例えば一番典型的な場合だと、そのさっきのトリビアルバキュームって呼んでた場合ですけど、デジェネラシーが1だったんですね。だからどうやってやっても、長さ変えても何やっても1。で、あるいはトポロジカルオーダーみたいにもうちょっとファンシーな状況を考えたとしても、例えばリーマン面とかそういうジーナスとかにしかトポロジーしかやらないので、今例えば、あとなんかこう消しちゃいましたけども、その、そうですね、その、なんか、例えばトーラスならトーラスってトポロジーを決めると、グランスエディナシーっていうのは、トポロジーやるけどトポロジー決めたらバカッと決まった数なので、長さに乗らない。
ところが今はその長さにですね、寄る状態になっている。で、これはなんか、その変な状況で。だから、そのグラウンドステートが、リテラシーが何かっていうのは、例えば、こういうギャップというのシステムなんですね。まあ、これだから、そのギャップというのもちゃんと言っておかないといけないかな。はい。それから、まあ、ギャップという。これ、赤で強調したいわけじゃないですけども、その、ギャップという。ギャップというのは経緯になっているので、もちろん、そのエクサイテーションにはですね、いろいろなんかあってもいいわけです。エクサイテーションはいろいろあってもいいんだけど、でも、ローエナジーに関する限り、ここにはですね、振幅の情報しか聞いてない。で、それはディジェラシーっていうのは数なんかに決まってるだろう。で、そのサイズとかによらない、適用否定的な記述があるだろうっていうのが普通の考えなわけです。で、それはなぜ思うかっていうと、いろいろですね、結局、格子模型とかって特定の格子模型考えてくると、この上の方に何がいるかっていうのは関係するだろうけども、真空、つまり IR ですね。この IR のここの部分を記述する部分には、ユニバーサリティっていうのがあって、そういう具体的な実現によらないだろうというのが、普通の考え、バノリ論の考えなわけですが、今の場合はここに長さ L っていうのが入ってきちゃってるので、それを、完全にバイオレートしているように見える。というわけなので、これはですね、UVR ミクシングが起こっている例と言ってもいい。で、実際ですね、これを考えると、これだから、L っていうのは、ローエナジーとか見ると、どれくらいメッシュがあるかってことなんで、普通は気にしなくていいはずのものが見えちゃってる。そういうある意味、振り込み群の思想に関する、対する挑戦の一つの、また別の例になっているというわけです。で、この模型がどれくらい変化っていうのは、何とも言い難いんですけども、でも少なくとも、非可感の場合も、非可感は非可感でちょっと変なところがあって、これはこれで変なところがあって、どれくらい実際に、何ですかね、例えば実際の実験室系で作ることができるかみたいなのは、まだいろいろ議論があると思うんですけども、でも、ある種、その何ですかね、トポロジカルなボーダーっていうのは新しい、その物質の新しいフェーズであるとか言い方しますけども、これだからその、まあそれと同じような意味で、物質の新しいフェーズかみたいな、まあ、言い方もすることができるかもしれないですね。はい。で、まあ、ちょっと時間になったので、この辺で休憩をしました。で、それで、だから、プランとしては、残りの時間でですね、まず、このエクスキューブ模型が具体的にどういう模型であるかっていうのを、説明して、その実際にグランドステージジェネシスがこの長さによるっていうことを説明します。で、あとはですね、時間がちょっと残ると思うので、まあ、例えば一部ですね、ちょっとフルな話をしている余裕はないんですけども、UVIR デカップリに重力がどういう役割を果たしうるかということをレクチャーしたいと思います。以上です。